このシリーズあまり残ってないのに、マユシーは100円玉を切らしちゃっているのです。ふっと、特別に教えてやろう。それは、俺以外が触ると自動的に電源がオフになる。おっはー、天音鈴葉、よろしく。ねえ、その袋は何？小さいつぶつぶの。へえ、元はこんななんだ。3次元でも2次元魂を宿してる。おう、これ IBN5100 っしょ。発売は今から30年以上前。待ちかねていたにゃんぞ。3日に一度は顔を出す約束どうなったにゃん。そこまで期間は迫ってるにゃん。では今日も期間打倒のための極秘会議にゃん。父がもらってきて、うちでは食べきれないので。え、一応でも、ちゃんとしたお祓いなら。謝る。不快な思いをさせたのなら、証明、自分がどこを歩いて何を見たか。悪いか。名前は大壁ってんだ。この上に曲がりしてるバカだよ。年は、志望動機は、採用。洗脳って何？約束だからサボってたって言っちゃダメなの。 JAXA 研究開発本部、伊藤技術開発センターの岡部抱っこ。恨むぞ、5時間後の私。だからティーナってつけるな。俺は狂気のマッドサイエンティスト、ホーイン・キョーマだ。タイムマシンはセルンによって独占されています。一般人も企業も手に入れることはできません。彼らは自身の利益のためだけに用いて。ああ、では私はこれで。どうぞごゆっくり。ずいぶん懐かしい名前ですね。神社？いえ、そのようなことは。基本的なタイムマシンの構造は配布した資料をご覧いただくとして。いつかこのパソコンを必要とする若者が現れるから、大事に取っておくようにと。